パベル・コルチンは、ソビート連邦ヤロスラブリ出身のクロスカントリースキー選手。1950年代から1960年代にかけて活躍した。1954年に同じく元、クロスカントリースキーオリンピック代表選手のアルフティナ・コルチナと結婚し、息子のヒョードル・コルチンもノルディック複合でオリンピックに出場した。1953年に、 ソビエト連邦選手権のリレー種目で初タイトルを獲得、同選手権通算では13個のタイトルを獲得した。1956年のコルティナダンペッツオリンピックでオリンピック初出場、リレーで金メダルを獲得したほか、1 5トルと3 0トルで同メダルを獲得、5 0トルで6位入賞した。1958年、 ノルディックスキー世界選手権では銀メダル3個獲得。1960年スコーバレーオリンピックにも代表に選出されたが病気のため競技には出場できなかった。1962年ノルディックスキー世界選手権。1964年インスブルックオリンピックでともにリレー銅メダル。 ホルメン高連大会では1958年に 50km と 15km で優勝。1963年には妻、アレフティナと共に夫婦でホルメン高連メダルを受賞した。現役引退後1968年から1972年までソ連クロスカントリースキーチームのコーチを務め、1973年からは妻、アレフティナと共に エストニアのオーティペに移り住み、コーチとして更新を指導した。2010年12月30日に亡くなった。80歳没。ありがとうございます。